皆さんこんにちは、エルダです。それでは XP2400 以下向けの解説をやっていきたいと思います。今回のテーマは後衛は誰をキルすると楽になるのかについて解説したいと思います。前衛と後衛の役割を考えた時ですが、後衛ってキルに力を入れるべきだけど誰を倒すかって考えるとかなり悩ましいですよね。前衛の場合は前を取ることが大事なので、中央や通路にいる相手を積極的に狙って抑えたりしますが、後衛の場合狙える相手が多いので悩みやすいかなと思います。ということで今回は後衛が誰をキルすると楽になるのか考えていきたいと思います。それでは早速解説していきたいと思います。まず後衛でキルをすると楽になる相手は相手の後衛となります。これは当たり前ですが、改めて考えてみるとメリットが大きい相手です。今回3つのメリットで考えていきます。1、自分を邪魔できる相手が減る。2、前衛が後衛の制限を受けない。3、前に出る通路の確保が容易になる、の3つとなります。まず最大のメリットは邪魔をしてくる相手が減るという点です。相手の後衛は射程差にもよりますが、いるだけで厄介ですよね。ハイドラとかリッターが強い理由って射程が長いっていうのと連射性能も高いし、ハイドラに関してだけどね、リッターに関しては射程差で押し込まれるのでめちゃくちゃ後衛対面射程強くなると思います。そういった厄介な相手、後衛はとりあえず自分が攻撃されることを嫌いますので、そういった相手が厄介になります。なのでいるだけで厄介なので、まずは邪魔できる相手を減らすっていう意味では後衛を狙うのが大事となるわけです。続いて2つ目ですが、前衛が相手の後衛による制限を受けなくなるっていうメリットがあります。ハイドラやリッターを相手にしている時のイメージをしてもらうといいんですが、前衛が解けやすくなると思うんですよね。しかもキルを重ねて取られた場合、味方の前衛の動きがどんどん眠ります。狙われる、当てられるっていう感覚がつくからですね。これを解決するには相手の後衛をひたすら倒すしかないっていう風になってきます。味方視点から見てもあのポジションでキルマークが出たら後衛かって思って前に出やすくなりますよね。なのでそういった分かりやすいメリットというか、味方にとって動きやすさを提供できるのも後衛を潰すというのはとても大事なことかなと思います。ただこれに関しては味方が周りを見れてるかどうかとか、分かりやすい攻撃、キル表示が出てるかどうかっていうのも大事ですね。続いて3つ目です。3つ目は前に出る場所が確保できるという点です。これは自分が相手の攻撃保持を取りに行けるというメリットもありますね。ですは1番がチーム全員で前に出るための通路の確保ができるというメリットです。前に出やすくなれば行動がシンプルになります。しかも相手の動きが見やすくなるので抑え込みがしやすくなるんですよね。こういった点から相手の攻撃をキルすることによって自分だけではなく味方の恩恵も得られるので、積極的に狙っていきたい相手となります。リッター格付けという言葉があるように、後衛が後衛を落とした方が試合展開が楽になるので、この言葉が生まれてますからね。どれだけ後衛が後衛を潰すことが大事なのか分かるかと思います。それでは続いていきたいと思います。続いてキルをすると楽になる相手は最初の1キルを取るということです。誰を相手にするかっていう話なんですが、誰を倒すかではなく誰か1人を取るっていうのが大事だったりもします。もちろん先ほど話した後衛を倒すことも大事です。なんですが、このゲームは人数有利をどれくらい作れるかってことは大事ですね。人数有利が作れればそれだけ試合展開も有利になりますし、相手の後衛が残ってたとしても楽になります。なので後衛を倒せるなら最初に倒しておきたい相手となります。射程差やマップの広さなどがあった場合、どうやっても後衛は処理しないといけないですからね。で、こういった敵を倒した場合、味方の動きやすさを良くした方が良かったりするので、きっかけとして最初の1キルを取るようにしましょう。で、これはじゃあ倒すのは今後衛で話してるけど、前衛を倒した場合はどうかっていうところがあります。味方の前衛が後衛を見ながら敵の前衛を見るっていう2つの視線を見る工夫っていうのが減りますので、単純に前衛を潰すのも大事です。
でここで、まあ、敵後衛全員に関わるんですが、人数有利が取れれば味方も攻めのきっかけになりますので、まあ、1キルを取るっていうのは非常に大事かなというところですね。では続いていきたいと思います。最後にキルをすると楽になる相手ですが、前衛が苦戦している相手となります。これに関しては正直試合ごとに変わってきますね。試合ごとです。だから誰を取ればいいかっていうところの優先度が毎回変わるわけです。ではこれは例えで話していきたいと思います。まあ、その試合その試合で考えるといいんですけど、暴れ回っている武器、まあ、敵がブラスターだった場合で今回話していきます。まあ、味方はどんなに頑張ってもブラスターとなると相打ちになる可能性ってめちゃくちゃ高いですよね。ただこれ考えてもらいたいのは、1対1で前衛がブラスターとやり合ったからこうなるわけです。先に牽制もらってて2発目の爆風が当たったで相打ちになったとかですね。で暴れ回っている敵がいた場合って大体牽制を取られてることが多いです。でこういった相手どうやって倒すのかってとこなんですが、暴れ回っている敵がいたとしても人数で圧をかけることができれば多少はこちらが有利になるっていうのがあります。その敵に対して人数有利を押し付けれるのは射程の長い後衛だったりします。なんなら先に削っておけば味方の攻撃で倒しやすくなるわけです。だから牽制を入れる、まあ、牽制攻撃を当てれるのが必ずしも味方の前衛じゃなくていいわけですね。後衛が先に削っておいてあげて、で味方がそれに対して加勢をしてくれる。そうなると先にダメージを削ってるのはこちらのチームになるので相手を倒しやすくなります。一応ライフの制限というのはありますからね。必ず牽制を取っておくと味方が有利になるというわけです。まあ今回はブラスターで話をしましたが、例えばこれがハイドラだったり出した場合はハイドラの処理を優先します。まあ最初話した後衛の部分ですね。ただ寿司が暴れているなら寿司の相手といった感じで敵チーム全体で厄介な相手を抑えていくというのは大事ですね。まあ、今回の場合はリッターがリッターの相手をしてくれるんですが、自分はバレルを処理しつつリッターの邪魔もするっていうことをして味方のリッターが起きやすいにしてるっていうわけですね。まあ味方の前衛2枚からすると射程長いのが2人もいるとね、動きづらいんでね、誰を優先して倒すか、自分がどこをカバーをするかっていうのをイメージするといいかなと思います。でこれはリッターがキルしたのを狙って自分が方向を運んでますね。今みたいな感じで連携を取るとキルが有効的に刺さるってこともあります。こうやって見てもらっていいんですけど、まあ相手のね押し込みだったりとか、その誰をキル取るとかいろいろあるんですけど、毎試合優先度も変わってくるんですが、大体目はつけれます。まあ環境武器とかは暴れやすいので、まあ、環境武器はしっかり狙おうとか、まあ、今回の場合だとリッター、まあ、バレル後衛編成なのでなるべくバレルは抑えながらリッターの邪魔しようとか、キルの優先として上げるようにすると味方が動きやすくなりますね。で結構味方がね、あのリッターがそれで暴れるようになってて、で火星も来てくれるようになってます。で味方の前衛もそれなりに前とか足場の塗りを整えて状況を作れてるので、射程差としてはねかなりしんどい編成なんですけど、いい感じに攻めれてますね。で敵も無理やり攻めないといけないんで、さっきみたいに左側を押し込んでくるんだけどゴリ押しができるという感じになってます。結構ねこの辺り連携が取れると強いんだね。なので誰を倒すべきかとか、その優先度を決めて自分が絶対この人を抑えようっていう気持ちは大事かなというところですね。だから最初に編成見て誰を抑えようとか何がいるか確認しようっていうのは、その厄介性の順位付けをしてると思ってもらうといいです。単純に自分が嫌いな武器でもいいですし、まあ、ボールドいたらボールド絶対裏取り来るから自分無理だよなとか、そんな感じで目をつけておくと、まあ、試合がね組み立てがしやすくなるんじゃないかなと思いますね。正直もうウルショ気をつけよう、あーもうリッターも嫌だとか、そんな感覚でこの試合はやってたので、とりあえずね格付けしてくれるかなとか考えてたけど、まあ、自分がどれだけ抑え込みというかね邪魔ができるかっていうのもすごく大事かなと思います。で一応キルをした方がいいよっていう話はしてたんだけど、絶対キルじゃなくてもいいですね。押し込めれば強かったりもするので、倒さずとも邪魔ができるっていう風に意識してもらうといいかと思います。
ということで、ご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、できればチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。